どうもー、皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ですね、今現在ゴエモンジャパン代表 VS キラキラチャンネル代表、ですね、今6、7攻めてこちら、タウンホール10、3回の攻撃で3回星2、そしてキラキラチャンネルさん5回の攻撃で5回とも星2、そしてですね、こちら、時間切れ、そしてクラクラチャンネルさん今現在時間切れ、もうタウンホール10はこれから、まあね、まあ私どもは星2の安定、そして、タウンホール9は本当時間との戦いですね。もううまいんですよ皆さん、もううまくてもう時間切れですね。はい、そして私今回5番のゴンザリゴさんに行きたいと思います。まあね、このような村でございます。まあなんかこう全開対策しつつ、なんかちょっとタウンホール内側に寄ってますよ配置ですよね。まあヒーローも30-30ということで、まあ防衛施設とかもタウンホール9ぐらいなので、まあしっかりとね、まあ私今回の編成はこちらでいきます。まあヘビーメーターみたいな感じでいきますんで、まあジャンプ2発積んでいきますね。なのでパーセントもしっかり伸ばしつつっていう攻め方をできればいいかなと思います。よっしゃ、マジで本当に。よっしゃ、もう行くわ。もうそんなこと言ってもしょうがない。パンオッケーで、パンパンオッケーからの攻撃。よっしゃ、頑張ろう。マジで行こう。マジで頑張ろう。マジでよし。行こう。行こう。頂点へ。うわ、なんかユニット少な、なんか。なんか少ないイメージがあるな。落ち着こう。ね。落ち着こうよ。落ち着こうよ。かかってこいよ。ねえ。いきます。あ、大砲こっちにずれてんのか。それないようにしないとな。オッケー。ちょっとね、ずらしつつみたいな感じでいきます。で、サイドカット。ん？あちゃくいターゲット取られるまさか。よし、オッケー。あ、穴開け失敗してんな。オッケー、オッケー、オッケー、穴開け、オッケー。穴開け、オッケー。あー、ペッカペッカペッカ、嘘でしょ。ペッカミスったー。ああーフリーズ、ああこっちは、奥に打つか。奥に打とう。よし。え、どうなのなんか何が起こってるのかわかんない自分的には。自分的にはじゃない。あ、そっちかよ。なんかパーセントも稼ぎたいのにな。なんかこれちょっとやばいパターンじゃない？これ。これやばいパティーンじゃない？なんか、うじゃうじゃしてんのはやばいパターン。ちょっとパーセント稼げ、あ、ペッカまだいるね。ペッカいるね。ペッカいる。オッケー、50%、オッケー。パーセントをね、どれだけ稼げるかが勝負なんですよ、マジで。冗談抜きで。ダクエリタンクに捕まるか、これ。見る、めっちゃ見る。溜めて、発動 !56 かよ。56? 破壊してくる、マジで。オッケー、いやー、個人的にはね、個人的には 65% ぐらい取りたかったのにな。パーセント伸びなかったな。パーセント、いえ、マジか。何がいけなかったの。まあ、オッケー。ということでね、まあ、今回は、まあ、ちょっとまあ、星2で、まあ、普通に、まあ、いいね。普通にね、いい感じで、まあね、良かったのではないでしょうか。ここから、どう巻き返していくか。もう本当にね、暗面に繋いで、そして暗面にこうどんどんね、もう情報をシェアして、クラクラチャンネルをぶっ潰したいと思います。皆さん、応援をいただきたい。さよなら。チャンネル登録をしていただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。